アリサです。今回はアリサが待ち遠しかった筆箱をデコっていきたいと思います。で、使うものはまず本体の筆箱、これはサンキューマートさんで購入しました。ピンクで、次ね、ユニコーンと虹とハート、全部キラキラが入ってます。次がじゃん、ビーズパーツです。これもサンキューマートさんで購入しました。あと、これは材料なんですけど、あと使う道具が瞬間接着剤、ゼリータイプ、ピンセットです。これは100均だそうです。せーの、あ、シールが出てる。じゃあ開けます。せーの、結構分厚いね。いい感じに仕上がってほしいな。じゃあ早速デコっていきます。ティアラチャンネル。ね、端っこに虹をつけたいの。虹がかかってる感じでね、このシールね、よりどりで3個だからね、いいよ、安かった、お手軽な値段。よいしょ、4個も入ってる。これね、点々があるの。ほら、ほら、 It's magic。 今日のテーマは夢でいきます。伝説みたいな感じかな。あ、ホログラム系のシールだ。よし、 OK。なるべく同感覚で。よし、よし、あー、いい感じ、いいね、これ。今パーツが並び終わったので、それを貼っていくんですけど、このまずシールを、この子をね、貼ります。よし、 OK。 じゃあ、あとはここのイニシャルを貼っていきます。あ、できた。よし、できた。こうかな。なんかもうちょっとつけることにした。よし、完了です。ティアラチャンネルということで完成しました。こんな感じ。テーマは夢です。ここにイニシャルの絵があって、虹があってね、このハートで囲んで、あとユニコーンのね、お腹ら辺にね、この星をつけました。ということで、今回はアリサが筆箱をデコってみました。これは全部すべてサンキューマートで揃えます。みんなもサンキューマートで購入して筆箱をデコってみたら、ツイッターに送ってね。番組で紹介するかもよ。